はい。はい、ということで、CF エクスプレスタイプ B、エンジェルバードさん、安かってよかったんだけどね、今日ね、キンスポ行った時にカメラをやったら、なんかね、こいつに記録ができないっていうかね、認識してないんだよ。そう、動画撮る時に気づいたんですけどね、うん、メモリーカードを交換してくださいとか、初期化してください、初期化できない。え、何なのこれ、エンジェルちゃん、銀は5枚はい、ということでね、これ壊れちゃいました。で、状態としてはね、これをこのここ刺すとですね、どういうことになるか、2ギガちょっと待ってね、はい、見えてますこれ、2ギガで、これはもう全く何もできない、初期化ね、これ GPT でピッとしても何もできない、このままちょっとこれで待って、ほらなんかおかしいぞ、おなんかおかしいなんかおかしいおかしい容量が変わったなんかおかしい、ビッと抜きます、入れます、ネギがこれあーもう最悪、はい、ということでね、エンジェルバードの、メモリーダメですいやこれ2022年7月に購入して2年経ってないんですよね、これ2年経ってないということで、いやーこれ怖いね、なんかちょっと怖いね、はい、すごい残念ですということで、スーパー GT が6月にあるので、ちょっと今月ね1本510に買うか、まあ予備128がね2本あるんですけども、まあでも困ったね、プログレードにしようかな、もうね、プログレードなんで、プログレードちょっと高いんですけどね、性能がいいのでプログレード510に1本ちょっとスーパー GT までに買おうかなと思います。それまではね SD とかそんなんでもいいし、動画撮らないからね、はい、カメラだけ写真だけなんでね、はい、ということで壊れちゃうマジかマジか、2年でアウトか、あー多分ね発熱でね、多分中の基板がダメなんだろうな、はい、そういうのがあります、はい、ということでね、はい、フラッシュメモリーそういうことがありますのでご注意ください。エンジェルバードはもう二度と買いませんはい、あくまでね私のケースだけなんで、これが悪いってことではないのでね、はい、以上です。